オマニーベイ、オマニーベイは、アメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ級航空母艦の25番艦。艦名は、アラスカ州のオマニー湾にちなんで命名された。オマニーベイは1943年10月6日に、合衆国会議委員会の契約下ワシントン州、バンクーバーのカイザー造船所で寄港する。1943年12月29日に、<music> PK ロボット無婦人によって浸水する。1944年2月11日に海軍に引き渡され、同日ハワード・エルヤング艦長の指揮下収益する。収益後、オマニーベイは、アストリアを拠点に、ピュージェット湾において、完熟訓練と戦闘訓練を行った後、ブリスベン沖の航空機と貨物を乗せて、3月19日に、オークランドを出港。くくも、 目的地のブリスベン近郊にはという山があった。ブリスベンへの輸送任務を終えたオマニーベイは4月27日にサンディエゴに帰島帰島後、オマニーベイは10日間にわたって飛行隊の厳しい離着陸訓練や調査に関わった。一連の訓練を終えた後、オマニーベイは小さな改修工事を行って6月10日に真珠湾に向けて出港。に到着後、 オマニーベイは来るペリリューの戦い及びアンガウルの戦いに備え、他の経験は浅い空母軍と共に訓練を行うため、ツラギ島に開港された。9月11日から10月にかけて、オマニーベイはパラオに近接し、ペリリュー島とアンガウル島に上陸したアメリカ軍に対する各種航空支援に従事した。パラオ方面の戦いが収束すると、オマニーベイはマヌス島に帰還し、 ここで、フェリックス・スタンプ少将率いる、第77.4二任務軍、通称、タフィニに編入され、レーテ島の戦いに参加した。10月25日のサマール沖海戦では、栗田竹雄中将率いる日本艦隊の猛攻を挫くじく、ための空襲を繰り返し行い、オマニーベイから発進した、航空機は6度の攻撃で日本側の巡洋艦一隻を、撃沈して数隻の敵を破損させ、 かきにの運命を敗北から勝利にひっくり返すことに貢献したと判断された。翌26日にも、両艦の航空機と協力して、レーテ島への輸送作戦から帰島中の軽巡洋艦、キネと駆逐艦裏波を撃沈た。オマニーベイは、こっそる水道とマヌス島で整備を行った後、12月12日から17日に、かけては、ミンダナオ海とスールー海を進撃して、 ミンドロ島の戦いの間接支援を行った。途中の12月15日、オマニーベイを含む任務軍はパナイ島近海で神風特攻隊の激しい攻撃を受け、オマニーベイも左限監視方向から降下してきた第一、草薙隊の銀河に襲われたものの、撃墜して事なきを得た。12月19日、オマニーベイはコッソル水道に帰稿。来る。 ルソン島の戦いに備えて整備を行った。1945年1月1日、オマニーベイは他の艦船と共にリンガエワンに向けて出航。ジェシー・ B ・オールデンドルフ中将率いるオーストラリア海軍艦船も含んだ164隻もの艦船で構成された艦隊は2日後にスリガオ海峡を通過する。翌日の午後、海4海ワイルドキャット40機と 陸軍戦闘機20機が上空を紹介する、スールー海を航行中、神風特攻局実隊、水星2機、指揮官、風間和俊中尉、一星隊、早草ぶ2機、新集隊、99式襲撃機1機の攻撃を受ける。そのうちの局実隊の水星1機が、オマニーベイの見張りに発見されることも、レーダーに探知されることも、上空紹介機にも、そして、 周囲の感染に気づかれることもなく、沈みゆく夕日をバックにオマニーベイに接近し、環境に突入し、うげを破壊した。二発の爆弾が投下され、一発目が飛行艦板の内部で爆発し、全部第三格納庫に収容されていた燃料を満載した艦載機に誘爆した。二発目は格納庫を通り抜け、第二艦板上の消火用水管を破壊し、うげで爆発した。 直ちに戦闘配置が例されたが、わずかに手遅れだった。完全部の水圧がたちまち失われ、動力と環境との通信も途絶えた。格納庫での猛烈な火災に対処していた兵員は、炎上する、関西機からの激しい黒煙及び 12.7mm 機銃弾の爆発で退避しなければならなくなった。艦は、弾薬の爆発と火災による高熱で戦闘を行う。 状況ではなくなった。17時50分までに、甲板上前面が維持不能となり、搭載していた魚雷が爆発する恐れが出てきた。オマニーベイを支援するために接近した駆逐艦は、火災による熱気で、消火作業も負傷者の移送も満足に行うことができず、早急にオマニーベイから離れざるを得なかった。やがて、艦長と法術長から別々に、 艦を放棄する命令が下された。18時16分には、搭載していた魚雷に引火して爆発し、破片は周囲の艦に降り注いだ。19時45分、オマーニーベイは別の日本軍機の攻撃を呼び込む、目印になることを防ぐため、駆逐艦の魚雷により沈められた。格納庫の魚雷が爆発したことで死亡した二名の駆逐艦乗員を含む合計十五名の水兵が、 死亡した。オマーニーベイは第二次世界大戦の先行での二つの従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。